なんか喋ってくれ。配信初心者か ADHD とかだったそうね。ありがとう。こういった米稼ぎうまいな。ここで米稼いでどうすんだよ。ドッタンバッタン大騒ぎ。一応フロアに掃除してもらったんだけどな。あのね、私の部屋ね、なんと半年ぐらい鍵が壊れておりまして、どなたでも入れる状態となっておりますので、まあ、よろしければ住所特定できた方、まあよろしければ家賃と光熱費払っといてください。お母さんと二人暮らしだね。お父さんはねもう離婚してるのでね、そうな、苦い思い出になるんだけど、お父さんね元ヤクザ で私小さい頃に風呂場で何度か沈められたんだよね。お、開いてんじゃん。いや怖い怖い。え、でも開いてるんだもん。鍵直してもらって。でも開いてるんだもん、仕方ないやんね。うん、そう、お父さんね離婚してるんだけど、何回も沈められたな。うん、で、そう、なんかバーチャル世界怖すぎだろ。バーチャルだからまあ多少はね、うん、多少はねバーチャルなので、バーチャル VTuber として別によろしいのではないでしょうか。そうですぎて、まあ、あとはまあ、なんか私が低学年の頃にお父さんね一回脅迫で裁判沙汰になって捕まりましたね。で、まあ、それを機にお母さんが離婚して、で、そうだな、まあね、離婚してもね家に来るんだよね。うん、で、まあ、私が中学高校の時、まあ、中学かな、中学パンツ勝手に売られてたから。パンツ勝手に売られてた。それかな、一番カチンってきたの。殺されるよりはカチンってそれがきた。で、なおかつ私あれじゃないですか、高校生になったら自分で携帯名義持てるじゃないですか。お父さんなんか自分の名義腐ってるらしくて、なんか私名義で携帯を契約したんですよ。でそしたらお父さんなんかなぜ大麻覚醒剤所持でなんかまた捕まって、なんだっけ、携帯料金の支払いが滞って、私もね止められてね、18歳でキャバクラに入りましたね。18歳のキャバクラでもう必死にお金を稼いでやろうと思ったんだけど、 ADHD だから他のことに使っちゃうの。家に行ったら捕まって食われそう。何言ってんの。殺されるときは怒りより生存で、そうね、薬物はやめろ。薬物ダメだよ、みんなやっちゃう。まあ私薬物はやったことない。薬物はって言い方おかしいな。まあなんか、まあ、アメリカってか海外でしか処方さできない薬をネット経由で買ってそれを飲んでたりました。うん、まあ、そうだね。あと、まあ、あれだ、あれに入りましょうか。てか酒飲んでんの？飲んでないよ。お父さん大人のハッピーセット持ってたの。刀剣ラムに課金しろ。もう DMM 入れねえんだよ。